この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライトというわけで、いやー本当に大変だろうな。オープニング NG 集作ろうかな。いや本当の私のドレッジ君オープニング、コスプレの、最初のバージョンこちらなんです。ね、これね、いや作ってみた後にね、いやもう世話しない。いやいや、あのね、あもう最初に採用した方も世話しないんだけど、全部早送りにしちゃわないとね、もう収まんなかったから、私のドレイジ君が私のドレイジ君が収まんなかったから、ちょっとねもうダメだなと思って却下しましたね。あとのそのそね、本当はドアから顔出したりみたいな、ね、いっぱいやったんだけど、これがね時間かかる。オープニング1分ぐらいあったらねいいんだけどね、1分のオープニング誰が見るんだっていうね、ところであるんで、久々にあれじゃない、リージョンのオープニング以来じゃない、こんな暴れたの。リージョンのオープニングも大概暴れてるよね。やっていきましょう。 ここさて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 、マスクイベントやっていきましょう。各地にあるねじれた、仮面舞踏会のトーテムを触って、三角さん、危ねえなおい、触って、そしてね最後の、エンドゲームコラプスまで生きてれば手に入るとランダムね。でもね、なんかエンドゲームコラプスまで生きなくてもね手に入った時あったんだよね。この辺細かい条件が最後わかんないんだけど、最後の一人の生き残りだったからかな。これでみんな、みんなっていうか私しかない、マップで確認して破滅やら何やらを探しまくります。今回のパーク構成は内なる力、そして誰かいる、来てる一瞬ネア顔出した不滅、メタウンから立ち上がれるね、しなやか、窓越し越えてから加速ね、地雷バカ、発電機のネクロムシ効果を与えるということです。もうやっていきましょうよ。いやマップ持ってきたのはですね、最近あんまりそのマップ持ってきてトーテムねぶっ壊しまくるみたいなことやってなかったので、たまにはいいかなと思って持ってきました。幼稚園マップか、チェスシンプルで、嘘でしょ、やばいっす、やばいっす、やばいっすマジですか。そんなわけで今回ご紹介したい映画はファイナルデスティネーション。ファイナルデスティネーションと言ったらファイナルシリーズとして、どんどんシリーズが作られたんですけど、ファイナルデスティネーションってそもそもだいぶ昔の映画なんですよ。その当時革新的だったね。大体のホラー映画って殺人鬼が存在するとか、殺人者っていうものが存在する映画ばっかりだったんですよ。何者かに追われる、殺されるみたいな、まあ、呪いがあってもその呪いの本人が、まあ、いるみたいな。芝居じゃねえ私ですか、わかりました、ちょ気合い入れる、ちょっと待って、映画の話、ありがとう肉壁、危ねえ、気をそらしてくれてありがとう。
私を追うと沼ることを教えてやる。どこかでしないか使いたい。倒す先てるね、ちょっくら失礼しますよ。ちょっくら失礼しますよ。この中通るのちょっと危険だけど、罰が怖いけど。ついな。あとネアがネアが。ちょっと待って。ホテル壊さないと私回復できないんだよね。どこだ。どっちか来る。どっちか来る。上か。いやちょっと待って。上か。いや下だった。もう倒す先に。危ねえ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 。なんてこったおい。来るかい来るかい来るかい。しなやかここで。This is しなやか。大きく距離を取る。そういうことって。あれちょっと待って。私まだ終わってるぞ。嘘だ、俺嘘だ。沼ることを教えてやろ。え、ここいたんない。あ、逆に回ってきた。まずいこれ。どんどんつけてくれた前。来てんね来てんね。来てんね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 。おおおそっちには飛び越えないよ。なんだこっちだ。ぐるっと回って左側いるね。はい、一瞬ステインが見えましたと。今度はこっちだ。おほほほい、いくぜ。地獄の罰は受けない。そのまま来い。あっぶ、ナイス。もう一台ぬまるがいい。ぬまるがいい。さすがに諦めたかな。違う、危ない、危ない、違う人になった。危ない危ない。はい、そのわけでですね、このね、だいたい殺人鬼とかがいるわけでも、ファイナルディスティネーションってこれどういう映画かといったら、主人公は死の予知をできる主人公なんですね。まあ、この能力ってその普通の人間なんだけど、ある日ボンと降りてくるわけよ。でそれによって修学旅行の飛行機事故から友達を巻き込んで生還するわけよ。でほとんどクラスの全員は死んじゃうんだけど、まあその余地を見ちゃうわけよね、うん、で起きる、これは実際に起きるぞって言って、友達巻き込んで飛行機が降りるわけ。そしたら全く夢と同じことがね起きて、自分たちは救われるんだけどクラスメートは死んじゃう。で主人公は、ああよかったね、九州を一生得たねって言って仲間のね友達たちも言ってるんだけど、なんとね、この死のサインみたいなのがその飛行機事故からさらに続くわけ。主人公への来る、危ない。でその通りに友達たちがどんどんまた事故に遭っていくわけですよね。でこれをみんなで頑張って知恵を振り絞って、死を逃れようっていう話だ、うん、だから敵は死神なわけなんだけど、この死神って実体がないんだよね、うん、ここがねファイナルディスティネーションシリーズの大きな要素が多く、そっちか、助けて、あ、死んでる、大丈夫、やりきるか、一回ここに罠を仕掛けておいて、そして行きます。まあ三角様があれを踏んだ時にうわーってなるのが楽しみだ。あ、くらってる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 。よし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 、大丈夫。今ね、目くらましくらってますから三角様が。
このファイナルディスティネーションシリーズ、まあ、いっぱいシリーズあるんだけど、私的にはファイナルディスティネーション、そしてその続編のデッドコースター、この2つがね、あのめちゃめちゃクオリティ高くてきちんとつながってます。はい、なので見てほしいなって思っています。ただめっちゃくちゃ残酷です。はい、ある種グロテスクなものが得意な人でもちょっと系統が毛並みが違うグロテスク、テスクさがあります。はい、ここもね、痛さっていうか、まあ、直接的ななんかその人体のダメージ系、ホステルとかそういうのに近いかな、の痛さがあるのでお気をつけてください。あと飛行機が怖い人見ない方がいいです。はい、一応警告しておきます。あと飛行機に乗っていくぞっていう人も、控えてる人も怖くなっちゃうんで見ない方がいいかな。まあそれでも自分の恐怖をできるだけ煽りたいっていう人は楽しんでみてください。待てよ、これは助けに行きたいんだ。大きく回っていきましょう、助けに。あ、追われてる。今のうち。助け行くぞ。助け行く。待て。ファイナルディスティネーションのヒロイン役の人は、ちなみにバイオハザード、ミラジョービッチが出ている、ポール・アンダーソン監督のバイオハザードのクレア役です。まずいかな、あれ次ダウンしてもうちょっと側面目じゃないね、これちょっとこの後泥沼化しそうなんで、もぎってうちの力手に入れておきましょう。ちょっとそこだったか、そこだったか、手に入れておきましょう。いや、こういったね、布石結構重要になってくる時あるんで、ちょっと待って、こっち来て、あ、遅れた。でもこれどこに送られたのか、三角様は場所を特定できないんですよね。ただね、最も遠いところに送られるっていう習性を分かってると、大体場所把握されてる可能性ある。いないこと祈るぞ。これどうかな、よし、いけそう。まずい。どこだ。いや、そこにいたの、そこに。あーたった、これはどうしよう。あそこにキャンプしてても、あの結局こあの消えて、使用上ね、あの檻に入った人、おー、そう、あの逆側にね、あの行くんですよ。これって、この能力の使用上、あの近辺、檻のね近辺にずーっとキラがいると反対側に送られる。だから三角様に至っては檻キャンプっていうのが実は不利になる。私間に合わない。この人肉壁で、あの人もう一人ネアいけそうだけど、ここで内なる力、足跡見られたかな。あれ大丈夫これ。ああ、よし、脱出できた。ナイス。オッケー。っていうか、ねじれた仮面舞踏会のトーテム見つからなかったぞ。失礼します。さすがに罰は届かないでしょ。怖っ来てた。はい、そんなわけで無事脱出となりました。さっきのはね、あの三角様が別にキャンプしてなくても、 ちょっと遠目をうろうろして範囲内に入ってても送られちゃいます。はい、消えてね、どっかに行っちゃうっていうね、仕様になってるんですね。そこの修正を、分かっていれば、ああやってもう救うために真逆に走るみたいなのが有効的です。よかったら試してみてください。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。